な旗をつかんだのは、クレーン車に搭載された人型のロボットです。最大40キロのものを運べるだけではなく、ものを組み立てるなど、人の体のようにスムーズにさまざまな作業ができます。ゴーグルでロボットの目線になって、もうロボットになったかのような感覚で動かすことができます。手で挟む、使うの大変なんですが、滑らかな動きで、手振るブロックを両手で、はあ、受け取ることができました。すごい、見ようとしてるんでしょうか。うわ、すごい、組み立てました。高所から落下したり、電線なので感電したりする事故がどうしても起こってしまう。それをロボットで代替することによって、重労働から人間の作業者を解放し、落下や感電の労災リスクをゼロにしようという目的で開発されたロボットです。操作する人が思い通りに動かすことができます。さらにロボットが感じた感覚を操作する人にフィードバックすることによって、人がロボットの感覚をまるで自分の感覚であるかのように感じることができる。すなわち人が操作してその感覚が返ってくる、まるで自分の体の延長、分身であるかのように思い通りに操ることのできるロボットです。動画、お写真両方大丈夫ですので、どうぞご自由に撮影なさってください。さて、パイロットが操縦、まだ1台だけです。我々はこの1台を10台、100台、1000台と増やしていかないといけない。でそのためには鉄道分野でのニーズを増やすことももちろんですけども、鉄道以外の分野でもさまざまな重作業の現場がありますので、例えばインフラメンテナンスの現場、土木だとか電力だとか道路だとか、そういうさまざまなインフラメンテナンスの現場で広く使ってほしい。 2.0 をベースといたしました製品の第1号として、日本新興から台の向きですとか調整など緻密なコントロールまですることが、这个很先进啊。首先我刚才看了它能够把那个泡沫板的力都能够夹住，证明它这个精准还是蛮好的。同时它现在这个我也是第一次看到这样的能够自动升高降低的啊，还是非常先进的。希望它将来能应用到更多的领域。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kate 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的 3C 商品、各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善。365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。